武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、時間が60分で大問が4題、出題されています。で、特徴としては資料が非常に多い、という点ですね。こちらに関してはまあちゃんと資料問題の対策をしておく必要があります。で、まあ、あの資料問題一問一答など、でやっておけば、十分対応できるかと思います。要は、典型的な資料、中心なので、まあ、初見資料を読み取るような問題は、まあ基本的に出てこないという形ですね。なので、ちゃんと資料と通詞、入れて、まあ、そのセットで入って何の資料か分かるような、形で練習をしておくといいでしょう。で、資料以外の部分に関しての設問、に関しても割と基本的な問題が中心ですが、一問一答で引かれるような、語句そのものを聞いてくるよりもその周辺を聞いてくるような、問題も出ることがあるのと、あとはあの美術作品などの、ものを、設問も出てきておりますので、まあ、割とその、なんというか用語さえ覚えてればっていうよりは、教科書の流れが一通りちゃんと入ってて、どの用語が何のことを言ってるのかちゃんと分かってれば解けるみたいな形になるので、基礎の完成っていう部分をですね、しっかり意識してやっておくといいかとは思います。まあ、日大レベルの参考書で十分対応できる難易度ではありますので、そこを、しっかりですね、用語を覚えただけで終わりにせずに固めるように意識してください。以上が日本書の勉強となります。